チャーシューはメインのトッピングなので、前に盛り付けるようにしてください。はい、皆さんこんにちは。フィリピン食材専門家シェフ高橋です。本来豚骨ラーメンは、スープから煮出して、何時間もかけて1日2日かけて、作っていくものなんですけれども、今回はですね、ご自宅で、誰でも気軽に作れる豚骨ラーメンの紹介をしていきます。リッチなテイストに仕上げていきたいと思います。はい、それではいきましょう。まずトッピングから、こちらですね、厚切りの豚バラ肉ですね。こちらがチャーシューの香りで使うんですけれども、フライパンで焼いて作っていきます。はい、でこちらがチャーシュー用で使う調味料ですね。砂糖、みりんですね、と醤油、水と煮卵で使うゆで卵です。はい、みじん切りの長ネギとニンニク、こちらで濃厚なスープを演出していきたいと思います。スノールのポークブロス、ポークラードですね、豚の脂、手に入らなければバターを使うといいと思います。今日うちの工場で作ってる麺を使うんですけれども、インスタントのラーメンとかでも家庭用だったらいいと思います。はい、続いてトッピングですね。はい、いりごま、あと長ネギのスライスしたものですね。こちらがナルト、外しちゃってください。今回半分に切っていきます。はい、じゃあこちら豚肉ですね、ちょっと筋切りをしていきます。あと味をですね、簡単に染み込みやすくするため、あと食べやすくするためにですね、少しだけ油目の部分を切り込みですね。豚肉を表と裏焼き付けるようにです。はい、このぐらい。はい、こちら水です。こちらみりんですね。はい、順番に入れていきます。醤油と砂糖ですね。調味料を入れた後ですね、一度煮立たせてください。このように沸騰したら火を切ってしまってください。こちらがゆで卵です。こちらをボウルに移していきます。少し冷めていくとですね、中に味が染み込んで美味しくなります。そしてスープを作っていきます。フライパンにみじん切りのニンニクとネギがもう入ってます。でこちらがポークラードですね。こちらが 30g、 ネギとニンニクは 5g ずつです。ネギとニンニクをゆっくり火を入れていきます。ここが少し難しいタイミングなんですが、ニンニクが焦げるか焦げないかぐらい、このぐらいのタイミングですね。薄い茶色ぐらいになったらもう大丈夫です。そうしましたらまず水を入れていってください。生クリームですね。こちらがクノールのポークキューブです。こちらで旨味をつけていきます。はい、こちら香り出しですね。醤油 10ml、 はい、これで濃厚な豚骨スープの出来上がりです。で麺を茹でるときは必ず沸騰したお湯で茹でるようにしてください。それでは茹でていきます。こちら先ほどのスープですね、入れていきます。一度麺を持ち上げるようにして、先ほどのチャーシューですね、味がまあ程よく染み込んでいます。でこちらネギですね。でごまを散らしてください。でこちらお好みでナルトも入れてください。それではこちらご自宅で簡単にできる豚骨ラーメンの完成です。イエーイ。皆さんいかがでしたでしょうか。今回はご自宅で簡単にできる豚骨ラーメンの紹介をしてみました。これからもいろんな簡単にできるレシピを紹介していきますので、皆さんぜひぜひチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。すいません、フォークでいただきます。